んにちは、森谷ドラムスクールの森谷です。本日は森谷ドラムスクール YouTube 校図書室ということで、僕本をよく読むんですけど、単純に本が読むことが好きなんで、いろんな本を読むんですけど、その僕が読んできた本の中で、これはきっとドラムを演奏する上で役に立つんじゃないか、音楽活動をする上で、役に立っていくんじゃないかなっていう、そんな本たちをご紹介させていただければなと思います。で、今回ご紹介する本はこちらですね。言葉にできるは武器になる梅田聡さんによる著書ですよね。この本は一体どういう本かというと、例えば話し下手だったりとか、人にうまく伝えることに、自信のない人とか苦手な人におすすめできる本じゃないかなと思うんですが、ドラムを演奏する上でも、非常にこの本に書かれてある、考え方とか、っていうのは役に立つんじゃないかなと思うので、それも合わせてご紹介させていただきたいなと思います。この本の中にも書かれてあるんですけど、自分の思っていることっていうのを言葉にするのってすごく難しいんですよね。そう、例えば、頭の中で考えてることとか、思っていることを、実際に例えばその文章に書き起こしてみようと思っても、なかなかうまく表現できなかったりとか、こうやって口に出して、喋って伝えようと思っても、うまく自分の思ってることを 100% 表現できるっていう人っていうのは、なかなか少ないと思いますし、バンドのミーティングみたいなことをしてって、何でも言いたいこと言えよみたいな、言いたいことを言い合って、バンドを良くしていこうというようなミーティングの中でも、なかなか自分の思ってることとか、もやもやしてるものを、言葉にして相手に伝えることっていうのは、難しくて、うまく伝えれへんからもういいわみたいな、ことっていうのは、誰しも経験があるんじゃないかと思うし、他にもレッスンを受けに来てて、自分がどんなことをやりたくて、今自分がどういう状態でどんなことに悩んでいるのかっていうのを、100% 先生に伝えれるっていう人っていうのも、なかなか少ないんじゃないかなと思うんですよね。で、この本の中で内なる言葉っていうものが出てくるんですね。で、内なる言葉っていうのは、物事を考えたりとか感じたりするときに、無意識のうちに頭の中で発している言葉というものになります。言ってしまえば何を思っているかっていうことになるんですが、で、内なる言葉っていうのは、単語とか、文節とか、例えばライブを見たときに、おーすごいとか、あ、かわいいとか、あ、なるほどとか、短い言葉であることが多いんですね。頭の中ですごくもやもやもやってしてるときも、その、発することのない、何かしらの言葉たちが、頭の中で渦巻いていって、もや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 してるみたいな、っていうことなんですね。で、その思っていることを言葉にするためには、この内なる言葉、頭の中に出てきている内なる言葉を、正確に把握することで、自然と口から発する言葉も、この本では外に向かう言葉。って表現されてるんですけど、その外に向かう言葉も磨かれていくというようなことが書かれてあります。例えば喋り方を鍛える本、外に向かう言葉を鍛える技術っていうのは、たくさんあるんですね。例えば間を空ける練習とか、ゆっくり喋るとか、大きな声で喋るとか、声の大きさとかトーンとか、話の組み立て方もそうだと思いますし、表情とかも多分そうだと思うんですけど、でもそれをその技術を全部駆使して、うまく喋ったように見せても、実はそれだけでは、言葉がうまい栄養マンみたいな感じで、それだけでやっぱ中身がない、軽い言葉になってしまうと。で、言葉に重みを持たせるためには、この内なる言葉っていうのを育てる必要があると書かれてあるんですね。この本では、その考えを深める練習とか、その頭の中で、浮かんでいるその短い言葉を外に出す練習とかね、内なる言葉を磨くための練習方法っていうのが、詳しく書いてあります。で、これは結構ね、演奏する上でも役に立ってくるんじゃないかと思うんですよ。僕個人的な意見としては、演奏ってその会話とか言葉のようなものだと思っていて、その自分の中のその出したい音とか、イメージしてる音っていうのを、僕たちドラマーはドラムを使って、外に出すというか、アウトプットする、表現するっていう感じなんですけど、例えばそれをギタリストの方はギターを使う、シンガーの方は歌で表現するっていうような感じで、そもそもその楽器を演奏する前に自分の中に出したい音というか、内なる言葉、内なる音ですよね。っていうのが、あると思うんですよね。例えば、これ経験あると思うんですけど、この人すごい単純な8ビートしか、簡単なことしかやってないのに、なぜかこの人の演奏ってすごいグッとくるなとか、とか、なんか例えば技術めっちゃすごいけど、なんかこの人の演奏ってあんまりこうグッと来ないなみたいなっていうなんか経験がねある人はいると思うんですけど、まあ、それって、その内なる言葉、まあ、内なる音っていうのが、まあ、どれだけ明確なのかの差なんじゃないかなと思うんですよね。で、まあ、僕の動画を含めて、まあ、外に向かう言葉、まあ、外に向かう音ですよねを鍛える技術っていうのは、まあ、たくさんありふれてると思うんですよ。例えばシングルストローク、ダブルストローク、パラディドルとかアクセント練習とかもそうやし、まあ、モーラー奏法、前腕の、回転の動作とかもそうやし、ね、そのグループの出し方、バックビートの位置とか、まあ、そういうことも、まあ、たくさんあるんですが、まあ、それの前にですね、一体どんな音を出したいのか、まあ、誰のような音を出したいのか、あの時のような、あの時見たあの時のような音を出したいとか、それかその、まあ、口で歌ってる音、頭の中でから、心の中でイメージしてる、音そのものをもっともっとこう深めていったりとか磨いていくことも、必要なんじゃないかなっていうことを、まあ、気づかせてもらえた本となってます。で、まあ、この本、もちろん言葉がテーマなんですけど、まあ、その言葉っていうワードを演奏に置き換えて、読み進めていくと、まあ、いろんな気づきがあって、面白いんじゃないかと思うので、まあ、ぜひ、言葉にできる武器になる、読んでみてください。はい、そんな感じで本日もありがとうございました。さよなら。